も個人的にコンサルしてます。で、女性一人がですね、日本語だけできる仕事っていうのは聞かれます。英語ができないんですけども、英語いらない仕事ありますかと。あと外国語、まあその現地の言葉ですよね、ベトナムだったらベトナムの言葉とか、まあ、そういったものが、そういった言葉が喋れないのでどういう仕事がありますかとかですね、まあパソコンだけでできる仕事なんでしょうかってやっぱり聞かれますね。女性一人だとやっぱり海外で特に、まあ、あの遊びに行く分にはいいんですけども、仕事をしながら生活するっていうのはやっぱり、なかなか不安な部分もありますし、やっぱりあの快適なコンドミニアムで仕事できたらいいですよね、パソコン1台で。まあ、そういう意味では、情報発信、そして一番早い情報発信の方法としては YouTube で、タイトルにこだわって、動画を短い動画でどんどん上げていく。そして公式 LINE につなげて、そこであなたの、自社サービス、あなた自身のサービスをオファーしていく、セールスしていくっていう方法が一番早いんだろうなと思いますので、これのコンサルを具体的にこれからもやっていきます。